西野です。ナダルです。さあ、ではしたエロチキチャンネル。はい、はい、今日はちょっと怖いんですけども、怖いんですけど富永さん企画です。富永さん企画、はい、何も知らされてないパターン。おー、悪いやつ。うん、はい、企画に入る前に、うん、西野さん、うん、あのあと結局激辛番組呼ばれましたか？あのあと何、あのあと棒読み棒読みやな、ほんであの後って何？結構まあ YouTube でいろいろ激辛企画やってきた。やりましたね。ああ、そうだね。いろいろやりましたよ。ほんまにコマンダンテさんともコラボしたし。あ、ほんま、そうやね。確かに。鈴木亜美さんともコラボした。やった。で、極激辛。ほんまやね。ペヤング食べて、うんうん。あれから激辛番組？はい。何漏れてたっけ？うん、ゼロ。その、出てないよ。でやねん！いや。なんで？一個も。あんな YouTube 頑張ったのに。いや、なんかマネージャーが提案して、うん、うちの西野、まあ、結果強いですよ、みたいな番組に言ってくださったんかな。ほんで、ほんでどうなった？あ、なるほど、うん、っていう。で、終わった。うん。タレント力やん。くっそ。な、タリーのあれやん、タレント力。あ、こんだけやってるの普通、引っかかんねん、なんかしら。タレント力。引き？何がタリー？お笑い能力？ネタ書いてるだけじゃあかんの？なんかもっとスター性というかさ。ごめん、ごめん、ボケやって。ボケ。今のあのボケって言って。俺冗談伝わってないみたいに、さすがやめろって。ちょっとね、まだ実を結んではないですかね。まあ、なので、うん、もうちょっと番組の方々の目に留まるようにアピールしてほしいなと思って、今日はこちらを準備しました。いやいや、見ただけやんか。ペヤング焼きそば極激辛からファイナル。やばいこれ。いや、すごいわ。え、極激辛からファイナルってさ、ほんまにエグいっていうのは言ってたな。なんて書いてる？泣けるほど辛みが強いの。うわぁ、泣けるほど辛みが強い。うわぁ、ちょっと待ってな。泣けるほど、うわぁ。なんで読まれへんの？なんでそれ読まれへんの？読めるやろ、別に。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意ください。うわぁ、いや興奮してきたね。行こうか。極激辛の辛さ2倍極激辛ファイナル、水なしで行きましょう。激辛やらせてあげてください、西野に。じゃあちょっと開封していきます。うわっ、なんかもうえぐいの入ってるぞ。白、まあ、火薬やろ。麺白。麺はええやろ。ちょっとあかんわ、このこの火薬の量よ。この見た目あかんな。火薬どうなってんねん、それ。火薬の量、こっち邪魔すんなよ。今から挑もうとしてるのに。火薬の量多いなとか、麺白いなとか。まあまあ、ここは別にね、普通に火薬入れるだけですから。で、お湯を注ぎます。さあ、お湯を捨てて極激辛ソース。いや、これ目とか入ったら失明するんじゃん。うわっ、うわっ、色々赤いのしてる。赤いのしてるわ。匂いすごい。うわ、ちょっと待ってくれ。じゃあちょっと、なんかちょっとだけ。またかよ。いや、多いて。こんぐらい、こんだけ。怖い。じゃあ、うわ、やば、匂い。やばい。いって。え。痛い。犬みたいなのやめて。はーって犬みたいなの。
話しないでしょ、すんはすんはで。出た出た出た。毎回、これ何回見んねん、この映像。この映像何回目や。うわぁ、緊張しぎだ。じゃあ行くで。水なし。いいだと思います。ダメだな。行きます。マジ痛い。痛い。リアルになるの。うわぁ。いいだ、やっぱ。辛っ。辛い。後ろ辛いって言った。辛い。けど。辛い？うん。辛っ。辛い辛い辛い、でもいけるわ。確かにちょっと、はい、マジ、むせてるやん、こいつ。いつでも持ってるからな。どうか、辛い、かわいそう、こいつかわいそう。やばい、ヨーグルト辛い。ええー、わ、西野が辛がってる。やばいやばい、これ辛いんや。いてぇ、汗があんま出てないな。ハゲてる。汗出てなくてハゲてる。辛い。うわ、西野が辛がってる。ごめん、俺カルピス飲んでいい。かわいそうかな、俺紅茶かね飲むからな。うわぁ、あかん、これあかん。辛いか。痛い痛い。カレーの時で美味しいや。嘘、やめとこう、やめとこう。耳が痛い。ギビしよう。あー、耳遠い。耳痛い。痛い。あ、汗やばい。こっさこっさかさやん。飛べとやん、俺さかねえ、お前無理かもしれん。いいよ、西野無理すな。舐めてた。舐めちゃあかん、こんなんじゃねえ。来ない、どっちの来へん。下界は来い、来い。
に。もうええって。それもさっきやったら聞いててんけど。ちょっと食って食ってもうたから無理でした。もうじゃない。いや頑張ったよ。いやこれはそんななんや。ちょどうほんまに俺はちょっと食ってたけどめっちゃ今も痛いけど。やばい。その18禁カレーとどう。いや18禁カレーの方が上やけど。上なんや。全然上やけど。上なんや。18禁カレーはあのほんまに人体が、うん、崩れていく瞬間を自分で感じた、うん、ただこれは自分でストップをかけた、かけれる。ただこれ以上いったら人体が滅びる。語彙力もちょっと低下します。うわごめんなさい。いやいやごめんなさいじゃないよ。これはもう生卵をかけて後で食べるわ。あーなるほどね。辛さマシになりますから、はいはいはい、卵とそれいいでしょ。ほんまに俺の激辛好きファンの方、俺の激辛を待ってくれてた皆さん申し訳ない。無理でした。あんまおらへんがええよ。